師走も押し迫りましたが、クリスマスの週末でもありますね。親子で家族で楽しく過ごしている方も多いでしょうか。クリスマスに恋人がいなくて焦る人もいると聞きますが、皆さんはいかがですか。信仰の観点から見るとちょっぴり奇妙な風潮ですが、一人でいると寂しさがしみる季節だからかもしれませんね。今日の天使のモーニングコール、恋愛や結婚などこの先の人生に対する焦りや不安や孤独を少しでもなくせますように、番組からのプレゼント、愛と知恵の光をお届けします。では初めにこちらをお聞きください。結局他人との比較の部分に苦しみが生まれるということを知っていただきたいのです。皆さんの中には自分が持っていないようなものを持っている人、自分にないような環境の中で生きている人を見たとき、心穏やかでない人もいるでしょう。しかしそういう人はまだ本物の自分というものと巡り合っていないのです。他人というものがどうしても頭を離れないときは、まだ自分自身の本質に気づいていない、まだ本物の自分と出会っていないということを知らなければなりません。大川隆法総裁の書籍、幸福の原点から朗読しました。苦しみは他者との比較の部分から生まれるとありました。特に女性は職場や友人関係の中で恋愛や結婚についての話題が盛り上がること多いですよね。その時自分にいい人がいなかったら、相手の話を聞くにつれ自分は遅れているという焦りや、自分には魅力がないんだという劣等感などで心が苦しくなってくるものです。本来他人と競うべきものなんかじゃないと頭では分かっていても、何とも言えないモヤモヤが心にわだかまってしまう。他者との比較に苦しむ自分とさよならするためにはどうしたらいいのでしょう。書籍には、他人というものがどうしても頭を離れないときはまだ自分自身の本質に気づいていない、まだ本物の自分と出会っていないとありました。書籍太陽の法、勇気の法にはこのように説かれています。この世とあの世を何度も天正輪廻しているあなたという存在が、今世地上に生を受けた理由は、一生を通して初めての個性を得ることにあります。新しい個性を得るために生まれてきた人生なのですから、他の人と同じでなくてよいのです。人との違いを楽しむ、そのユニークさを楽しむという気持ちを持たなければいけません。誰もが行きたがるところは、あなたにとって
幸福な道ではない可能性が極めて高いのです。したがって突き放してみるような目も一ついるわけです。周りが気になって比較して焦りの心、不安の心でいっぱいになってしまっているとき、得てして私たちは自分自身を見失っているものです。幸福の科学では自らの心の探求の大切さが説かれています。自分の本心はどこにあるのか、まっさらな目で見たときに、今自分が欲しいと思っているもの、こうなりたいと思っていることは、実は本当の思いからはずれているということに気づくことがあります。心に抱えている不安や焦りの気持ちを少し横に置いて、大きな視野で人生全体を見据えてみましょう。あなたにとって本当に大切なものは何でしょうか。この問いにすぐに明確な答えを見つけることは難しいことかもしれません。時間もかかるでしょう。でも自分の本当の気持ちを見つける時間と手間は、かければかけるだけあなたの心を豊かにし、そして人生を生きていく上での本当の自信を与えてくれます。自分を知り、周りに惑わされず、自分の本当の気持ちを大切にして、颯爽と生きていくことができたら素敵ですよね。そして一方では、自我力にならないことも大切です。自分の本当の気持ちを大切にすることと我を張ることとは違います。本当の気持ちを見つけるとき、ぜひ霊的にあなたをそばで見守っている存在にも心を向けてみてください。その存在は、あなたが誰にも打ち明けられない悩みも望みもすべてを知っています。そしてもちろん恋の応援もしたいと願ってくれています。人間には一人一人にそれぞれ守護霊という存在がついています。この守護霊という存在は、あなたの一番引き寄せたいと思っている男性がどういう男性であるかを実によく知っているのです。では守護霊に素敵な男性と引き合わせてもらう秘訣はどこにあるでしょうか。それは一つです。すなわち、あなたが日々心の中でよくお願いしておくことです。夜寝るときも、朝起きたときも、素敵な男性と巡り合わせてください。その結果、自分が幸福になるような相手と巡り合わせてください。そうした素敵な方と出会えるように、日々私は一生懸命素敵な女性になるように努力いたします、と
お願いとお誓いを申し上げておくことです。天は自ら助くる者を助くと言いますが、あなたの心が光り輝く程度に応じて守護霊の力は倍加していくでしょう。コーヒーブレイクという書籍から朗読しました。あなたの心からの願い、純粋な思いは必ず天上界に届きます。そしてあなたのできる範囲でできることをコツコツ積み重ねることを心がけてみてください。その姿をきちんと見て応援してくれている存在がいることをどうか忘れないでくださいね。ではここで大川隆法総裁の説法をお聞きください。自分自身のある本当に内なる欲求ですね、心静かに自分自身の内を見つめてですね、自分の内にどういう欲求があるか、どういう人生が生きたいか、どういう人生ならあなたは満足なんですか。ですから外なる基準をちょっとですね、もう頼りにすることなく自分自身の内なる基準を頼りにしてください。そういう時代になりました。でその内なる基準の中でもですね、いろんな偽我、偽物の自分、うぬぼれやですね、慢心や人からよく見られたいという思い、そういう自分がありましょうから、そういうものを取り除いてですね、正しい心の物差しを持たなきゃいけない。それが宗教でいうとこの仏性とか神性とか言われるもんですね。ですから心の統一をし、瞑想をして自分の内なる仏性を取り出して、それが本当に心の奥からのうずきかどうかですね、勉強するにしても遊びにするにしても仕事をするにしても、その他人間関係を作るにしてもですね、自分自身の仏性に問い直してですね、常に自分自身の内なるものに問いながら、これが自分の本当に進むべき方向か、自己実現なのか、そういうことを繰り返し繰り返し自問自答しながら生きていく時代になった。常にですね、免許証の更新があるようにですね、自分自身に対する評価だってやはり何年かごとに更新しなきゃいけなくなるよと、3年5年ごとに自分の仕事や自分の対人能力とかですね、自分の知識教養とかですね、自分の性格、人柄に対する評価といろんなものを自己点検しなきゃいけないですよ。その根本には仏性の時代があって、ね、それはいわゆる自灯明の時代ということでもありますよと。自分の内に火を灯さなきゃいけない、真理の火を灯さなきゃいけない時代になるんですよと、ね、煩悩の炎ではなく真理の炎を灯す時代なんだ、幸福の科学はそのためのお手伝いはしております。しかし、自らの足元を照らすのは一人一人の方ですよと、そうですね、そういう仏法真理の光を自分の内に持って生きていく時代がやってきた。自灯明の時代を生き抜くということをどうか強く願っていただきたいと思います。お聞きいただいた説法は自灯明の時代を生きようという書籍に収められていますが、こちらの書籍については幸福の科学の庄者や支部にお問い合わせください。いかがでしたでしょうか。途中女性向けに説かれた朗読もありましたが、男性にも当てはまる、あるいは響く内容だったんじゃないかなと思います。現代に生きるすべての人に、焦らず諦めず自分らしさというものを探求し続けながら光り輝く人生を力強く歩んでほしい、そう願っています。幸福の科学ではそのための教え、心を見つめる具体的な方法についても詳しく説かれていますので、これからも番組で随時取り上げていきたいと思います。
天使のモーニングコール、この時間はオンザソファー。新しい本シリーズ、一冊の書籍ご紹介します。毎年この時期に幸福の科学大川隆法総裁が表すのが本シリーズと言われる一冊です。この本シリーズ、数多く発刊される大川総裁の書籍の中でも翌年1年の方向性、仏の思いを表したものとされています。知恵の法、正義の法と続いて、今月初旬に発刊されたのがシリーズ23巻目となる伝道の法です。伝道という言葉は道を伝えると書きます。人生を黄金に変える心の力について、真に魅力ある人となるための秘訣、現代において宗教と政治をどう考えるか、そして本当の世界平和に向けての信仰の力についてなどなど、個人のレベルから社会、世界のレベルまで多岐にわたった論点がたくさん書かれています。そしてもちろんとても読み応えのある一冊です。私も今丁寧に一ページ一ページをめくって、そして心にこう染み入らせるようにですね、仏の教え、そして今こう俯瞰した、地球レベルでの教え、見方というものをですね、味わわせていただいている、そんな感じで読ませていただいています。番組でもこの先その内容を少しずつお伝えしていこうと思っています。お楽しみになさっていてください。